プロトタイプはよくわからないが、H ボンバーズが顧客のために盗み出したらしい。ありがとう、スパイダーマン。でももっと深刻な事態が発生したんだ。H ボンバーズから化学兵器を取り戻さないと。化学兵器なんて使われたら誰も兵器じゃいられないよ。ありがとう。スパイダーマンの指摘制裁はまだしも、 H ボンバーズがやるのは許せないよ。誰かが止めないと。雲なんて叩き潰してやる。スパイディーは二度とその手を見せるなって。かなり効いた？僕もちょっと痛い。本物のスパイダーマンか？それともコスプレ好きのバカか？誘拐した兵器研究者は絶対に見つけられんぞ。胸の雲がちょうどいい的になりそうだね。避けるの忘れたな。なくなることはないだろうな。助かった、スパイダーマン。 H ボンバーズから助けてくれてありがとう。本当にひどいことをさせられたよ。警察は僕を見つけ次第発砲するようになるんじゃないかな。一体何したって言うんだい？僕が君に一体何したって言うんだい？そういえばスパイディ、ドラゴンテールの奴らが街でみかじめ料を取ってるらしい。払わないと大変な目に遭わされるそうだ。みかじめ料を取ってるなら、その金で僕から守ってくれる子を雇えばいい。雲のように刺すの方が良くないかい？赤と青のレオタード男に普通のやつを教えてやろう。まあ給料はいいから。お金なんかもらってないよ。
モノのスパイダーマンか、それともコスプレ好きのバカか。スパイディ、虫けらみたいに潰してやるぞ。怖がってる人はいないの？誰も。大したことないって言ったら傷つくかい？これはザボ。こうしてる間に強制捜査から逃げるでかい魚を。お前は取り逃がしてるんだよ。戦闘だとは考えず、生傷の多いアクションだと思ってる。私を部署に入れりゃいいのだ。だけど、ドラゴンテールは舐めないでよ。みかじめ料を払わなかったローテンションに聞きな。避けるの忘れたな。あるかと思ってたんだが、とんだもん。私たちを止めても無駄だ。私たちの意志は世界に届くんだ。ドラゴンテールに逆らえる者なんていないさ。おお、強力なアドレナリンを手に入れたか。それ合法だよね。敵をより長い間捕まえていられるぞ。おお、ハルクも真っ青の白もんだ。つってもあいつはもともと真っ青か。あいつ青くなることあるのかね。おお、これはなかなかいい技だぞ。なんか楽しくなってきた。